それではただいまより第32回権利健康調査検討委員会を開催いたします。本日の委員の出欠について報告をいたします。本日は明石、柏倉院、清水および高村院の4名がご欠席で、14名の出欠となっております。また高等専門学会の鈴木玄副会長にもご出席をいただいております。以上ご報告を申し上げます。それでは社長よろしくお願いします。はい。皆様こんにちは、おはようございます。本日は、台風の大変大きな被害というのがあったかもしれませんが、また被害を遭われた方にはお見舞いを申し上げたいと思います。その中お集まりいただきまして感謝を申し上げたいと思います。本日も皆様のためにお考えをご覧いただきまして、それではまず議事録署名人を指名させていただきます。小野委員と高野委員ということで、あいの順でやっております。ありがとうございました。はい、それでは署名を運させていただきたいと思います。それでは、議事の括弧1、心の健康の生活習慣に関する調査について続けてもらったら説明をお願いします。はい、今世紀の生活習慣に関する調査機関の内蔵から報告しております。で、本日は今年の2月の昨年調査として行われました調査の現在の資料表と内部の来年2月に行います本年調査の計画をそれについてご説明させていただきます。先生、先ほどしまして前回の安全委員会で報告しました平成18年の健康調査で我々の調査の結果について若干誤りがありましたので、その修正、訂正の報告をしたいと思います。資料ですね、1の5をご覧いただくということです。40ページになりますね。前回の検討委員会で報告しました我々の質問調査の結果報告書に関してなんですけども、回答者数ですね、大体例年この調査の報告におきましては10月末日、2月で調査を行いますので10月末日のデータを持って締めとして報告しておりました。ところが今回はそもそもで報告したんですけども、実際にはですね、だから昨年の10月末で締めなきゃいけないのが今年の1月22日までを含めて報告集計しておりました。すなわち、3ヶ月ぐらい多めに、集計しておりまして、全体の人が46名の方が多く報告されているぐらいです。詳しくは下の、表の方に書いてありますけども、こういった調べでございまして、訂正してまた報告したいと思います。もうこのことがないように気をつけてください。もう一点ですね、有効回答者数に関しても、今度は集計から除外すべきケースが1件と、それから集計対象すべきケースが2件がありまして、差し引きまして1件が実際、有効回答数が増えています。これを合わせて、訂正として報告しております。よろしくお願いします。それでは、本題の方に入りたいと思います。まずは、平成20年度、平成19年度、昨年度、今年の2月に調査票を発送しました、我々の調査の方の資料費についてご報告しております。資料、資料、資料、ご覧ください。まず現在、資料状況、これは今年の6月末日の時点での資料状況でございますけれども、まず回答状況について報告したいと思います。子どもさんに関しては、子ども、調査対象は2万3000人のうち、現在の4300人弱の方からコメントいただいております。回答率は 19% で、18.5% でございます。そして一般の方々は、18万2400名の対象者のうち、3万6200名の方から回答を
得ておりまして、回復率が 19.9% となっておりまして、合計しますと、現在のように4万501名の方が回復いただいております。回復率は 19.7% でございまして、なんとか 20% にならないかなと、今考えて期待しているところです。うちですね、オンライン回答につきましては、その回答者の中の 6.8% がオンライン回答でございました。支援状況ですけども、最初に設定しました支援状況が若干変更しております。これは、一つは子供さんに関してですけども、発達や心の問題がある方や、この1年間に学校を休みしたという方々に関して、支援をするというふうに決めております。それからもう一つ、従来の K6 全般的な精神健康状態の特典というのを重視して、これに基づいて、加藤ポイントを設けまして、これに基づいた支援をしておりましたが、これを15年以上と設定しておりましたのを15年以上としまして、支援範囲を広げていくということです。だから以下ですね、次のページ、見ていただきまして、社会外部は項目の支援に関する状況も、別紙のとおり、不動産の取り組みになっております。大体6割だと、消費の方を進める、地域の方なんですけれども、現在までに2000名を少し超える養子者の数がおりまして、そのうちの1800名までに、1881名から対応しております。対応率は 84% でございまして、そのうち、支援が終わったという方に関しては 65.9% となっております。で、これは社会保険料支援状況でございまして、次の1年の方に、野党さんの方に、社会保険料ですね、項目支援状況も見せております。同じく 60% になったら、約6割の方が支援金となっております。以上が平成現在12月に行いました調査の現在の実施状況の概要でございます。それから、資料1の2をご覧ください。1の2ページ、4ページになります。平成30年度、今年度の調査の実施計画についてご説明したいと思います。来年の2月に発送予定の調査です。目的は従来定年通りに活躍します。対象者も例年と変わりません。21万人の方を対象としております。調査方法ですね、に関してもですね、概要については変わることは特にございません。電話支援、調査票を受領した後は、電話による支援、それから電話支援ですね。で、これに特に変わりはございませんし、登録の先生方への紹介、子ども執行に関しても変わりはございません。で、一応6ページをご覧いただければと思います。ここにスケジュールを載せております。本日の検討委員会で、調査結果に関してご承認いただきましたら、来年2月、予定では大体、来年2月発送いたしまして、すぐに、大学の方の委員会に、申請しまして、承認したい、皆さん発送というふうにして、調査開始する予定です。で、また調査の需要に伴って、すぐに、支援を開始する予定でございます。で、調査票に関してですね、その2月の調査で用います調査票に関してのご説明を、これからしていただきます。資料1の3がですね、資料1の4もご覧いただければと思います。1の32ページということです。資料紙はかなり多くございますので、これ一つ説明したら重要ありませんので、主な修正点、あるいは主に検討した点についてのみご説明をしたいと思います。市の内容の方で説明する内容に関しては、まずは平成30年度、今回の調査の質問項目を修正したものがございますので、それについてご説明しまして、その後にですね、今回、昨年度、質問項目を少し返しましたので、それについて先生に立ってみてどうだったかと。
ということを検討しましたので、政治家の人も合わせてご説明したいと思います。まず1の33ページをご覧ください。まず修正項目についてご説明したいと思います。まずですね、この研究会でもご質問があったんですけども、子供さんの具合とですね、免停止の状況と、お約束免停止の状況が、関連があるかということのご質問をいただきました。今までの調査では、ここは紐付けられておりませんでして、よく分からなかったんですけども、それに関して、前回の調査から、子供さんに関しての調査表に、保護者の調査ナンバーを記載する配分番号を書いていただくことにしております。それによって、少し被災者の方の努力を要するんですけども、それによって気持ちの考え方も増えています。それは設定項目を設けたんですけども、ちょっとやっぱり変更前にありますように、単なる複雑欄と書いてますと、かなり間違いございましたので、今後はこういうふうに10桁の枠を設けまして、誤りがないように記載していただくような工夫をしております。それから次に、質問項目もう一つ修正したというのがございまして、それは同居者についてという項目でございます。この同居者につきましては、平成28年度、一昨年度の調査などですね、人数を、何人と同居してますかというふうに人数を気にしていたんですけども、昨年度からは、誰と同居してますかというふうに調査項目を、修正、追加しております。これはここに変更前にありますように、結構ここ詳しくですね、聞いておりましたところ、やはりご期待がありました。で、また詳しく聞いておりますのですから、被災者の方の負担も大きかったと思います。そこで今回はですね、若干変更しまして、答える項目を選択肢を減らし、大体その3世代、世代間にまたがるような同居者についてお尋ねするということに修正しております。この2項目について今回は修正をしております。それ以外ですね、特に修正はしなかったんですけど、前年度に追加した項目いくつかございまして、その項目について検討しましたので、知恵立てて検討しましたので、先生ともご説明したいと思います。1の34ページからですけども、まずですね、子どもの発達のところですね、に関してですけども、従来の子どもの発達に関する問題については、平成28年調査までは ADHD の報告しか出ておりませんでした。しかし、もちろん発達には他にいろいろな問題がございますので、この表にありますように、考えられる、発達問題、あるいは、行動上の問題、チックであるとかですね、行動上の問題、それから、うつであるとか PTSD といった、精神症状につながる問題、あるいは人の自由といったことに、広範な問題をお尋ねしている項目を受けました。検討委員の方からですね、先生から、ちょっと詳しすぎるんじゃないか、例えば自閉スペクトラム障害と答えられないんじゃないかというご質問がご指摘ございまして、改めて検討してみましたが、低いですね、きちんとチェック、これ、親御さんがチェックするんですけども、大体親御さんがきちんとチェックされているようでございまして、その、プバランスの質問頻度は、予想できる疫学的な研究の結果と大体一致しておりましたので、これはまとめに価値のあるかということと、もちろんこういったことに関しては支援に非常に役に立つということがございますので、この項目はそのまま続けていく予定にしております。それから、次の35ページですけども、これは党員統合法についての説明でございます。これは前年度までは、登校、登園支部、学校に行きたくない、幼稚園に行きたくないということ、保育園に行きたくないということに関しての説明がございましたが、前年度からは、それだけではなくて、実際に行けないかどうかということも合わせて尋ねるように、しました。で、特に学校に関して、小学校に関してですね、小学校に関しましては、登校を30日、で組みまして、これは文科省の方の不登校定義で、その年度で合計で30日以上が済んだら不登校と
いうことがございますので、まあ、その分の問題の比較的事業として、見ていきたいときもありまして、そこで、まあ、そういった質問コメントを申し上げました。申し上げました。これもですね、知事が検討してみましたが、知事と記載されている人がおられたということと、例えば、統合市民の、統合市民、統合市民の親御さんの関心をですね、仕事が負担になっているわけじゃないと、まあ、学校に行ったか行かないか、幼稚園行ったか、幼稚園保育園行ったか行かないかの方が、負担感と関係しているんじゃないかというか、伺いましたので、やはり実際に行っていないかどうかということを大きな目安にしたいということで、これについても継続して、この辺の調査では継続していきたいと思います。それから、1の31ページですけれども、ここは育児に関する相談ということを尋ねております。これはもちろん、小室さんの問題を抱えて、小室さんというか、小室さんの問題を抱えて、まあ、相談できないということが ありますと、もちろん親御さんの面談することもできないし、小室さんの、まあ、面談することもできないと言ってございますので、これに関しては、いろいろ詳しく聞いているようにしておりました。で、実際のこの審査をやってみますと、ここにですね、今日、困ったことがあったとしても、実際に相談している機会を持っていらっしゃる方は、支援といっても、協力切迫されてないだろうと、むしろ支援する、相談がないという方に、やっぱり支援の焦点を当てるべきだというふうに考えまして、考えたような形に支援ができるということがございますので、この項目に関しましても、そのまま、ご本人が協力して、見ていきたいと思っております。から1の37ですね、ここは一般の方々への質問でございます。これは当初ですね、この職工業に関しての質問が10項目あって、一部ですね、もしかしたらこの質問が多すぎないかというと削除しました、ことでございます。しかし昨年度ですね、やっぱりまさにこの職工業が生活習慣に非常に大きな影響を及ぼすだろうということと、あと生活習慣になりません、身体疾患だけじゃなく、メンタリスムにおいてですね、関連があるというような研究がございますので、ある程度復活してですね、ここをこういった問題を尋ねるということにしております。で、これがやっぱり、記載された方はきちんと、この項目に関しましても、記載をされておりまして、またこれ、この職工業に関しては、電話支援、行う場合にも支援をしやすいということでございます。除名しやすいということでございますので、非常に有用だったということでございまして、これはそのまま残していきたいというふうに考えております。それから、最後ですね、項目になりますが、1の38ページですけども、ですね、まあ、震災があって、もちろんこの調査というのは、基本的には災害後の災害が与えた影響に関する調査ということを、災害が与えた精神の現状の問題ということを念頭に入れて調査を立案しておくといいんですけども、まあ、時間がかかっていきますと、まあ、それ以外にさまざまな問題、ストレスの問題が起こってくるだろうと。で加えて、まあ、それはネガティブなものばかりではなくてですね、例えば、まあ、結婚であると、進学であると、あるいは少子であると、一般にはポジティブに考えられているようなイベントも体験されているだろうと、そういうことがメンタルの状況にどのように影響しているかとかですね、あるいはそういったことがどのように支援に生かされるかというところで、を念頭にきまして、前年度こういった項目を新たに付け加えるようにしました。で、この返信をですね、ちょっと検討しましたが、ここはちょっと項目数が多いので、住民の方にはそこにご負担があると思いましたけども、返信された方は丁寧に記載されておりまして、とりわけですね、電話支援においては、非常に短時間で、適切な状況把握と、助言をしなきゃいけません。まあ、それにおいてですね、こういったことをチェックしてあると、スムーズにそういったことができ、助言が支援ができるということでございまして、ここはそのままやはり残していきたいというふうに考えております。
以上が主要なですね、変更点なるに変更点でございまして、実際にですね、出来上がった指導に関しましては、1の8ページから、市の3の方に詳しく出ておりますので、ご覧いただければと思います。で最後ですね、その市の3の中の後ろの方なんですけども、1の19ページがですね、説明文書でございます。で我々調査は、同意書というのを、ね、取らずに、こういった文書を送付しまして、返信を持って同意と見なすという形で進めております。その同意書の中身が1の29でございます。これに関してはですね、箇所は、当初は結果のみ、結果ですね、この回答結果に関しての、公表力を、個人情報を特定しない形で公表ということを、しますように書いてありましたが、支援内容に関しましても、このように形でご報告しておりますので、支援の内容等についても、ご報告するということを、同意文書の中に、盛り込んでおります。それから、一応最初の方は、毎回つけております、簡単な Q&A でございまして、これはホームページとかの内容も出てきます。それから、1の31ですね。これは、こういった形での個人結果の通知を行いますというふうな考えでございます。こういったふうな個人結果の通知を行いますので、ぜひ記載してくださいという趣旨から、こういったことを詳しく説明しております。で、これは個人結果通知は、調査開始4年目から始めたんですけれども、もちろん、年を経るごとに、だんだん、繰り返し返信されている方は、その情報があります。その中で、少なくとも1年前の状況に関してはですね、比較できるような形で示す形にしております。個人間に関しまして、個人間の通知に関しましては、来年9月に発送して、その後、多分9月以降の発送になりますので、またこれに詳細に関しましては、またこの検討委員会でご報告して、委員の方のご意見を伺いたいと思っております。以上は19年の調査の実施状況と、それから平成30年の調査、この調査に関する計画および質問表の検討点についてご報告しました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは早速ですが、ご質問ご意見があればお答えしたいと思います。皆さんお願いします。はい、どうぞ。愛知障害研究総合センターの山崎と申します。今年の先ほどの質問機会のところであった親と子どもの紐付けをまあやる項目というお話ができたので、ちょっと少し触れてしまうかもしれない。もう経営的に受け取られて、そしたらこの対象地域の方は、それまでその成人の方で独居しているといいますか、だから結婚し子どもを新しく妊娠して、もともとあった方は、だんだんこれが起きていると思うんですが、その辺の紐付けとか、その部署の問題なんかは質問がありますけれども、妊娠しましたって質問はないんですけども、そういうことを分析したり、親とかを過ぎて、そういう今後の計画とか、そういう計画のセンプランがあるかどうかというのは、今やっぱり、原発のことになったら、要するに地域をまたいで暮らしてらっしゃる人で、そこでさらに日本中で、妊娠が作動するとか、妊婦さんの年代別の問題に非常に関心が高くて、それがこういう、ある意味特殊な状況により強く影響を受けるのか、そこも出ないのかみたいな、そういう健康をサポートするというのもあろうかと思うんですけど、そういう意味でちょっと、もう一度申し訳ないですが、質問させていただきます。いかがでしょうか。今、ご質問のことに関しましては、子どもさんと同居しているお母さんとか、親さんが子どもさんに対する影響とか、いたらしいとか、そういうことではなくて、皆さんが、親さんとか、大人方が、普通に例えば影響が、精神面の影響が出てきたと、その方、子どもさんが生まれた場合の影響ということでございましょうか。いや、私たちの調査の方法としては、
追跡する、あるいは何か検討するという、でも、計画ではございません。よろしいですか。はい、どうぞ。わかりました。まあ、計画はないと言って、まあ、まあ、紹介いたしますけど、比較的、これから、まあ、長めにやっていくと、かなり重要な問題があると思います。まあ、現時点ではないということで、承知いたしましたが、まあ、将来必要性が何か感じられた場合には、ご検討いただけたらと思います。はい。多分ですね、遺産調査の話とですね、重なったり連携したりということがあると思うので、藤本先生、もし発言があればどうぞ。今のご質問は、遺産調査の非常にちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、先生がご指摘の通り、今、全国的に周産期、産後うつというような事例が注目されておりますが、妊産婦室の方では、まあ、詳細な、うちの、調査ではないのですが、まあ、範囲的な2項目でのうつ傾向ということで調査を進めておりまして、それはもう去年の平成23年度の方々からやっておりまして、それは報告しております。なので、まあ、ケーシックスはですね、そういう詳しいものではないのですが、まあ、簡易版のうつ項目でのスクリーニングをして、そのような方に、まあ、支援とかですね、影響なんです。そういうものは今、分析、報告しているところです。よろしいでしょうか。長期的に言えば、今おっしゃったように、避難者、避難をされた後、まあ、対象者がちょっと違っているものですから、まあ、すぐにくっつけることができないかもしれませんけれども、ご指摘のように、産後うつの問題、非常に大きな問題として注目されておりますし、これは多分、ご自身の影響を云々とか、避難の影響を云々というものを超えてですね、多分、ご所見全体の問題としても考えられるということだと思います。他に何かご質問、ご意見ありますか。どうぞお願いします。ちょっと兵庫県心のケア室の加藤と申します。初めて出させていただきますけれども、前田先生 説明の中でですね、支援基準を変更し、中に一般の方を、ケーシックスを、15点以上から14点以上に一定下がりたいわけですけれども、これによってどのくらいの、変化があるのかちょっと教えていただきたいと思います。なぜ一定下げたのかということについても教えていただきたいと思います。ご質問の内容は後者の方なんですけども、最初にもカットポイントを設定するときは、ですね、マトラの短期かもしれないけど変身率を少し高め設定しています。まあ、期待を込めているので例えば 25% とか 30% とか変身率あった場合にどのくらい点数までだったらケアできるかという気がしています。もし下がると長さが達しませんので、大体日本病院も数ポイントは下がってしまいますので、その時当然早期想定した支援者の数が減って要支援者の数が減ってしまうんです。ですから必ず、調査票を発送して2ヶ月ぐらいの間にですね、見込み数を出しまして、我々の企業で、東大のチームにできる、支援者を算出して、もう一回新規で見直すと、先ほど前にしようと思っています。大体、こんな形で、カットポイントを下げてきまして、なるべくたくさんの人に支援をしようというふうにしています。結果として、どのくらいの方がちょっとまだ継続中でございまして、書かれたデータなんですけども、変更するのを手伝っています。はい、どうぞ。ということは、少しその支援する側に余裕が生まれて、支援をする範囲を広げていくということを、どういう理解してほしいですか。そうですね、今ご存じのように、ケーシックス13点というのは、かなり高めの設定、そもそも高めの設定でございますので、なるべくいわゆる臨床医でない方々にも、支援したいというのがありますので、先ほどもまだ努力されてきているといます。よろしいでしょうか。その他あれば。はい、どうぞ。双子民主会の古田です。ちょっと教えていただきたいことがあるんですけども、1-38 の、質問内容なんですけども、パートナーとの離婚っていう言葉っていうのを言えるんですか。身体の数字に関してそうですね、震災以外のストレス
要因の有無についてで、この8番に配偶者とパートナーとの離婚っていうことが伝わっているかもしれないんですけどね、パートナーとの離婚っていうことはあり得るんですか。これは、ごめんなさい、確かに今おっしゃる通り、ご指摘の通り、これは異別ですね。はい、離婚ではないと、だからそのパートナーというのも、内容だからそういうことも勉強になりますので、ちょっとこの文章の話は、この今の委員のご指摘がありますので、ちょっと離婚というよりも、異別が正しいかもしれないと、検討してみたいと思います。ありがとうございました。はい、よろしくございますか。それでは次に参ります。これに関連しましてですけれども、資料番号5ということでございますが、県外被害避難者の心の啓蒙の事業、県で取り組みについてのご説明とご質疑をお願いしたいと思います。まずは説明をお願いします。はい、私、福島県障害福祉課の遠藤と申します。よろしくお願いいたします。私は避難者の心の手を所管しておりまして、それで今前回もこの検討委員会の中で県民健康調査、心の健康度、生活習慣に関する調査の結果で、県内の避難されている方々の方が無事傾向が高いなどといった報告がなされたところでございましたので、本日は県として取り組んでおります県内避難者に対する心のケア事業について、少しお時間をいただきまして、ご説明、現状を説明させていただきたいと考えております。資料の方、1枚で両面になっている資料なんですが、こちらをご覧いただきたいと思います。まず1番のところなんですが、こちらは現在これまで取り組んできた心のケア事業なんですが、福島県から避難者が比較的多いと思われます都道府県を中心にいたしまして、平成25年度から順次避難先の臨床心理士会ですとか精神保健福祉協会など専門職の団体のご協力いただきまして、そちらに委託した形での、心のケアを実施しております。現在ご覧の通り10都道府県に担っているところであります。で、活動内容なんですけれども、これはそれぞれの団体の専門性ですとかそれぞれ地域の状況に応じて工夫して実施していただいておりますので、一律というわけではないんですけれども、電話相談の開設ですとか、あるいは避難者の方々が集まるサロンや交流会などでの相談支援を実施していただいている団体が多い状況にあります。またこうした県民へ その直接的な支援のほかに、避難先の支援関係者が行う自衛隊協会ですとか審査会議などに参加して、委託団体が応援したりとか、あるいは支援者向け研修会そのものを開催していただいている団体もあるなど、間接的な避難者に対する支援活動といったものも実施していただいているところであります。なお、これら の実績なんですけど、平成29年度の発生のものとしましては、最初に申し上げました直接的な支援を行った数は、10都道府県を合わせまして1290人の方で直接支援を行いました。また、講談の方で申し上げましたけれども、自衛隊協会や研修会の開催などの開催発数という面で言いますと10都道府県合わせて127回を開催しているというふうな状況にあります。で、めくっていただきまして裏面なのですが、資料が5の2についてなんですけれども、こちらは少し新たに始める事業なんですが、今ほどご説明しました1番の取り組みについては、どちらかといいますとご本人が自ら電話相談で電話をかけたりですとか、あるいは交流会などに参加するという、行動できる行動する方に向けた支援が主となっております。一方、そういった相談の機会になかなか参加できない支援方の中にも、やはり支援を必要としている方がいるのではないかということから、訪問によって健康状況の把握と相談支援ができるようにという趣旨から、ここが最後になりますように、県外避難者心のケア訪問事業といったものを今年度新たに実施することとしております。で、この事業を委託いたしますのは、日本精神科関連協会でございまして、ここは全国に支部を持っておりますので、対象地域としては全国というふうになります。具体的な事業の流れなんですけれども、
被災市町村から、この事業の対象となる、対象としたいという住民の方の名簿を提出していただきまして、その名簿をもとに、全国各支部の日本精神科看護協会に、会員の方に訪問していただいて、相談支援を行っていただくという流れになっています。なお、そのどういった方を対象にするのかというところは、それぞれの市町村の意向に添えたいというふうに考えておりまして、具体的にこういった人たちの名簿を出してくださいというような要件は提示しておりません。それから実際に訪問をやっていただく方々の体制としては、精神科看護協会の会員でもありますが、その中でも訪問看護ステーションですとか、あるいは病院内での訪問看護の実績のある看護職が2人で1チームとなって実施していただくというふうなことを想定しています。で、事業の周知などは、福島の今の分かる新聞に掲載したりですとか、チラシを郵送するなどといった方法で周知していきたいというふうに考えています。で、現在の進捗状況なんですが、今年度の新規事業ではあるのですが、現在今、被災市町村から名簿を提出していただくような紹介をしておりまして、また、委託先の団体では、いろんなその体制整備といいますか、実際に訪問活動ができるような支援体制を整えてもらっているところであります。で、各県支部への説明会を順次やっていただいたりしておりまして、今後はそれに加えて、実際に訪問を実施していただく方を対象にですね、少し福島県の状況なども分かっていただいた上で、訪問していただいた方がより適切な支援につながると考えております。研修会なども開催した上で、訪問を実施していきたいというふうに考えております。簡単ですが以上です。はい、ありがとうございます。何か関係につきましての質問をいただいてお伺いください。はい、どうぞお願いします。兵庫県コロンビアセンター加藤ですが、その最初のですね、10都府県で取られるということについてとてもいいことだと思うんですが、阪神・淡路大震災の後も、県外避難者に関しまして、こういうその転居先での支援をしていただくことをやったんですけども、とても大切だったのがですね、その行った先 その、地域の全然その対応が違ってくるので、そのスタンダードをきちんと作らなきゃいけないということがあって、それぞれその連絡会とか、人に介していろんな問題を共有し合うようなことをやったんですけども、こちらの場合、例えば、北海道から京都までありますけども、この中での連絡会のことはやっておられるかと思います。お聞きしたいと思います。はい、どうでしょう。はい、ありがとうございます。おっしゃる通りで、やはり横のつながりといいますか、それぞれの団体様がやってくださっている内容を、ある程度、情報共有していただいて、より良いものにしていただこうと考えており、年2回ということで、集まっていただいて、2回の形を持っております。はい、どうぞ。はい、もう一つありまして、2番目の新規事業をこれともいい試みで、要するに出かけてアウトプットをするということはとてもいいことだと思うんですけれども、ただ先ほどおっしゃってたように、精神科の看護師さんだからといって、その適切なその訪問ができるかというと、必ずしもそうではないこともありますし、精神科の看護師会とか、かえって、なんて言いますか、精神科のその、障害者扱いされたみたいなですね、ちょっとスティグマを感じる方もおられると思うんですけども、その点につきましてどういう配慮をされるかということと、これはそのスタンダードをどう担保するかというのはとても大きなことになると思うんですけども、その辺でどういうふうなことを考えておられるかお聞きしたいと思います。はい、展開をお願いします。はい、その辺は私ども少し懸念をしておりましたので、一つはさっき申しました研修会を開催しようと考えており、なるべくその福島県の現状ですとか、例えば訪問してそのケアするというのはどうなのか、訪問看護のところではいらっしゃるんだけれども、またそことは違う支援の仕方というのも学んでいただこうと思っておりますのと、それから受け手の側というか住民の立場になったときに、あんまり精神科っていうふうなところを表現せずに、看護師さんが行きますっていうふうな形にして、心身両面といいますか、身体面の、看護師なので、看護職なので、身体的な訴えといいますか、そういったところも丁寧に聞き取るようなことを導入の部分などでは特に警察を図るですとか、そういうところを大事にしながら、住民の方にあまり違和感を持たれないような導入とか介入を工夫したいというふうに考えております。はい、よろしいですか。こういうものの実績があるとですね、やっぱり
かみ合わなかったっていうのは、個人的にこう期待したいと思いますし、関わることがあるので、期待をしたいと思います。他にどうぞ。私の経験だと、保健師と臨床心理士とでアウトリーチをかけ訪問してまいりました。その結果はすごく速やかに効果があって、さまざまな福祉支援サービスにもつなぐことができますし、医療界にもつなぐことができました。ですから、せっかく各臨床心理士会の、委託もこれまでやってきていることですので、看護協会さん、看護師さんと心のケアができる心理士さんとで組んで、お宅を訪問すると、非常に即効性のある支援ができるんじゃないかと思います。そんなふうな方法をもうちょっと考えていただけるといいなと思いました。拝見からと。ありがとうございます。10都道府県についてはこう重層的な委託といいますか、関わりになるだろうと考えており、当然今すでに10都道府県にお願いしている先には今度県などの訪問事業がありますということは、先ほどの会の場で集中してそこはよく連携を取ってもらって取り組み考えておりますし、実は臨床心理士会さんの中にはアウトリーチを委託の中でやってらっしゃることもあるので、そういったところは十分にそちらを尊重しながらやっていただこうというふうに考えております。はい、はい、どうぞ。大変喜んだ支援をしていただいて本当にありがたいと思います。2つ簡単にお少しお願いしたいと思うんですけれども、提携先で住民票を移した方についても、元の自治体からの、状況に関する情報が提供していただけるんでしょうか。それともう一つですね、自主避難した方のご希望があれば、この、各都道府県ですね、団体に発生を求めることができるでしょうか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。被災市町村から名簿を出してもらうという理由はですね、ある程度やはりこう何か情報がないと入っていけなくて、提案にした人しか関われないから原則として出していただくと考えておりますが、さっき申しましたように周知の方法としてはいろいろな広く周知を考えておりますので、例えばその住民票を移動してしまった方でも、もともと福島県から避難した方であったり、あるいは自主避難であった方であっても目に触れていただく手をなるべく増やした中で手を挙げて申し出ていただければ、当然対象にしようというふうには考えています。はい、よろしいでしょうか。それでは、そのようにお願いをしたいと思います。それでは次に維持費の確保です。妊産婦に関する調査について、お願いしたいと思います。それではまず妊婦からの説明をお願いします。はい、それでは妊産婦室の藤森から本日は平成30年度の妊産婦に関する実施計画についてご検討をご承認いただければと存じます。それでは資料の 2-1 が実施計画、資料の 2-2 が、本調査の調査表の中の変更点、それから、資料の 2-3 が、実際に調査表、実際の調査表、それから、お知らせ、今週ですね、調査表と一緒に導入するお知らせ、それから、リーフレットとして、今までの国家保育を兼ねまして導入するリーフレット、それからフォローアップ調査、それから5番目が、ご回答いただいた方に対するお礼と、それから資料の 2-4 がですね、フォローアップ調査の、簡単な結果ということで、ちょっと参考資料として出させていただいております。それではご説明させて、資料の 2-1 でございます。平成30年度妊産婦に関する調査、本調査でございますが、実施目的、対象者は、前年同様でございますので、了解させていただきます。両学さん、実施方法です。調査票の、配布及び配布時期ですが、これも原則的には59市町村から、ご施設を交付された方々を対象にして、調査票を送付いたします。
市町村が把握している流産、それから死産ですね、それから市の生存が確認できない方というのは原則的に送付しないということにさせていただきました。それから、福島県内の産科医療機関にも、協力をお願いいたしまして、いわゆる里帰りの方とか、福島県内に、住民票がある方でも福島県内同産されているされたという方は対象者といたします。次の今回答方法ですが、昨年同様、自己的意識の調査等とそれからオンライン活動を予定しています。宇の支援ですが、支援も、ラジオに必要と、考えられることに関しまして、助産師のそこから電話支援を行う予定となっております。それからメールも、今まで同様行うことにしています。両学校の調査項目ですが、これも平成29年度と当店以降はございません。両学校スケジュールですが、これ昨年同様、平成30年の11月から調査票を発行いたしまして、発送いたしまして、本年度の3回に分けて、分娩予定日に合わせまして3回に分けて、発送する予定でございます。送っていただきまして、調査票の流れの報酬ですが、このような形で行いたいというふうに思っております。大きな2番、フォローアップ調査、追跡調査でございます。ご説明させていただきます。新規サイズの調査回答は特に薄傾向の割合が高かったことから、育児に、自信がないと感じる母親が増加する時期の、出産4年目にあたり、平成27年度から初年度に、平成23年度の初年度に回答してくださった方が対象になっておりますが、昨年度、平成29年度までフォローアップ調査を、3年間ですね、実施してまいりました。その結果ですね、平成27年、28年、つまり、震災の最初の年、それから翌年、に出産された方に比べまして、平成29年度、回答された方、3年目に分娩された方ですが、このフォローアップ調査では、うつ傾向は、やや減少している、減少している傾向にはございましたが、平成29年度のフォローアップ調査のうつ傾向より上回っている状況、支援率も依然として高いということで、平成30年度も、分娩後4年目に当たる方々にも、実施するということを、こちらの方で提案させていただきます。それで資料の2の4をこれ持ってください。それが今お話しした、フォローアップ調査の、簡単な結果でございます。1の回答状況ですが、おかげさまで、3年目の2025年度に加算された方、分娩された方の回答率は 27% というふうに、非常に増えてございます。2番目なんですが、回答してくださった方々の薄傾向の推移ということで出しております。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、矢印で書いてございます3番目、上から3番目の方々が、平成25年度にも参されて、フォローアップ調査として29年度に回答された方の付け子になります。平成25年度のフォローアップ調査の方々、対象者の方々は、23.7% という付け子でございます。本調査の平成29年度、暫定的な数字でございますが、20.8% よりも若干、減っては、経年的に減ってはおりますが、29年度と比べると高いということで、4年目の平成26年度にお参戦された方々も、平成30年度にフォローアップ調査するということを、行うということをお決めさせていただきます。続きまして、両学校2の戻っていただきまして、資料の2の1戻っていただきまして、両学校1対象者ですが、今ご説明いたしましたように、平成26年度の回答者、流産中絶、それから死産された方は、除いております。それから実施方法は、調査と、資料2の3のフォローアップ調査というもの、でお送りすること、それから、オンライン回答も予定してございます。続きまして、次のページにいただきまして、両学校の3ですが、調査項目、これも昨年と同様、同じ項目で行う予定をしていただいております。3番目、関係機関との連携ということで、主に、市町村
及び得られた回答に基づく妊産婦支援の向上を努めるということで、両学校のうち、調査結果の収支ということで、福島県内の、市町村、保健師等、保証券に関わる方を対象とした研修回答について、私が報告する予定とさせていただいております。それから両学校の2でございますが、ID ブレッド、これは資料の2の3の、4にございますが、リーフレットを、作成いたしまして、さらにデータは新しいものに更新させていただきまして、配布する、予定としております。それから調査票、先ほどもお話ししましたが、調査票の送付時には、このリーフレットも同封させていただきます。それから、県内の協力機関、それから関係機関にも配布し、調査を周知する予定としております。以上が実施計画でございます。資料の 2-2 でございますが、これは本調査票、本調査の調査票の変更点を一括させていただきました。基本的には年度が変わったことという数字の変更、それから、めくっていただきまして、その他ということで、ちょっと分かりづらい、その回答の仕方を見てですね、分かりづらいだろうというところをより分かりやすくするためにですね、文章を変えてですね、二重線を引いたりして、調査票を作成しております。基本的には調査項目等は、平成29年度と大きな変更はございません。以上ですが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。何か、まず質問ご意見があれば。年金子ども病院の室津と申します。この結局、平成30年度の調査というのは、次はこれまでの調査と全く同じものですか。はい、その予定でございます。ちょっとまあ、国際研究内容かどうかは別なんですが、今回の調査で話したんですが、結局、二酸調査を今後どういうふうですかというのは一つをきちんと考えなきゃいけない仕組みというのを、ね、まあ、こういった分野によっては何が仕組みというのを使いまして自己投資に妊娠して、あるいは受精してした時に受けた投資的な影響それから実は投資がないのか入れなければもう明らかに気候と燃料、金の都市というのは、世界の中であって、影響がないということを決断しているので、もっとずっと同じことをやってきます。それはもう、世界に比べるというかも考えないということなんです。それから、今までの燃料資源に関しては、それはちょっと、そういったちょっと難しいことがあると思うんですが、まず、これまでの燃料調査というのは、はい、この間はもうそういうご提案をお聞きしたんですけれども、まあ、現時点ではちょっと私たちが、少なくとも私が理解をしているのは、その突然、そのものの影響力を明らかにしようといえば、まあ、観察する母親や、まあ、うちに携わっている人たちが持っているさまざまな心の負担にどう寄り添うのかというのが、私はもう既にメインテーマになっていますし。それの必要性について先ほどお話があったように、職務有無な方のその様子を見ても、必ずしも大切にすることでもないというようなことですので、私は支援のきっかけとしての、この、調査というものが、まあ、どうなのかということをそもそも議論するというのであれば、それはそれで進むべきだと思いますが、何か、井上さんからコメントがあればお願いします。そうですね。一つ、まあ、今、社長の方からも、ございましたが、
今お話しされたように、まあ、一つはそういうことが分かってきたということと同時にですね、まだ支援が必要な方が減っては来ていらっしゃいますけれども、実際にいらっしゃるというのは事実でございます。ただその調査と支援というのはまた別な形でできるということもあるかもしれませんので、それは機会があればですね、そういう検討の機会、話し合いの機会というものを設けていただくということは、こちらとしても検討していただければありがたいというふうに思います。先ほどちょっとお話ございましたけど、産後うつに関しましても日本全国で、まあ、もちろん福島県もですね、県の保守保険課とともにですね、そういう事業はもちろんやっていく予定になってますし、実際も始まっておりますので、この、県民健康調査だけで支援しているわけではないということももちろんあると思いますので、今後そういうところの検討ということも機会があればですね、場を設けていただければというふうには思っております。はい、どうぞ。はい、よろしいです。実際に、二作の方の母体脂肪の研究員をやっているんですけども、その、今、産前産後に関する、まあ、責任の疾患、産後とか、非常に大事なように、注目を浴びて、農業制度で、次の対応を全国的に始めているんですが、それをですね、現在、年間100万人の分娩の中で、妊産婦の中で、今、母体脂肪というのが大体30から40ぐらいなんですね。というのもですね、産後うつとかなんかによる自殺自身の数が、これなかなか我々、産科医学者の人たまるようになるんです。そして、自殺というのは、まあ、救済するわけですけども、どうも、ですから、妊産婦もそういったことを期待するためには、精神内に悪影響するかということを通って、妊産婦のメンタルの人を、これを分かるために、臨床、病院だけじゃなくて、行政も含めて、そういう人をまず把握することで出てくれています。ですから、この福島県の状況においても、今の県民健康調査という枠組みをから発展的に広げて、しっかりと体制でやっていくのが福島の方針、決してやるべきだとは言ってるじゃないです。ただ今のこういった枠組みでは、限界があるし、実際のところ、今、年間相談件数とか、契約数がだいぶ減ってはきているからですね。ですから、まあ、そういったことも含めて、ありがとうございます。先ほどの心の健康問題もそうですし、この問題もそうだと思うんですけども、まあ、違う展開の場面に差し掛かりつつあるというのは、多分、委員の皆さんも同じ認識だと思います。今年度の調査は、まあ、このような形でやらせていただきますが、次年度以降ですね、まあ、調査という形がいいのか、さまざまに行われている、その他の事業ですね。妊産婦あるいは子に対するさまざまな支援、市町村様などが直接やっているものがございますので、それらとの関係の整理をしながらですね、まあ、県民健康調査という枠組みでどこまで関わり、どんなふうにしているのかというのは、議論を進めるべきだというご意見です。私もそのように思いますが、何かこの点ですね、つまり、そういうことを今後考えていこうということの人権ご意見があれば。はい、市町村センターの山崎と申します。今の議論でこの、2の16ページの回答者の付け込みするのがこの27番から20に7年間でやってるっていう検証は、まあ、おそらく2の大きいですが、整ってるのもおそらく完全に無理されて、この要因はその PTSD の影響が減ったということだけで説明できるのか、それともその支援体制が、まあ、ちょうどこの時期に一致して、こちらの生活支援センターが今、座長おっしゃったように、いろんなことが始まってきている時期でもありますので、そこを丁寧に分析、まあ、それは回答者のところで、ひも付けできるように、市町村事業とか、市町村でも EPDS をかなり取ってらっしゃると思いますよね。その経験との関連とか、その次の段階として、
その既存のメカニズムのような産地関節との連携とか、そういう状況を分析されて、むしろ下がって、問題が単純に分かったではなくて、むしろ病院から次にさらに下げていくという、そういうことにつなげていただくと、この調査の意味がとても重要であるかと思っています。はい、ございますかね。まあ、県とも相談をしてですけれども、まあ、私は全て預かるわけでありますけれども、まあ、今後どういうふうにしていくのかというのは、実際に県庁舎はその場を支援を行っている以外の皆さんとかとも話し合いをしながらですね、まあ、漠然となる健康の場を抜きましょうといってもなかなかピンとこないので、まあ、どういう形で検討するかということを含めて議論させていただきたいと思います。他に何かございますか。はい、男性の質問ですけれども、自閉症の割合が、例えば他の地域と多いかしないとか、そういうようなことは何か得られるというようなものがあるんでしょうかと、まあ、ちょっとそれは関係ないんですけども、例えば、インサートの所作では、環境省の告知とか、東京民間の番組で、3歳で行って、インサートのような所作でやってると思いますけど、そういう方法なんか、割合が調査票とかがあるとか、あるいは何らかの見つけるとか、はい、藤井先生、お願いします。健やか親子21というので、調べているものがございまして、以前、すみません、これ、簡易法の 2項目であるんですけど、ですから、それとの換算法で、比べたりですね、それと比べても、若干高いということを、説明させていただきましたけれども、もちろん地域差もございます。先ほどもお話ししましたけれども、ありましたけれども、地域差もございますし、それからいろんな関連というものも今検討しているところでございますし、若干高いというデータはございます。はい。よろしいですか。ご質問。東京インターネットバンクとかの連携について少しお話ししていただきます。それは県民健康調査と個人調査の連携ということでしょうか。福島県も個人調査に入っておりますが、そういう意味でございましょうか。どうぞ。環境省の梅田でございます。まず、個人調査についてご説明を少し加えたいと思います。個人調査というのは、子どもの健康と科学調査の影響、これを見るために行っている、全国で10万人の親子を持った方に参加をしていただいて、全国で規模で見ているということです。ですので、妊産婦の方々はもちろん協力を得ているんですが、妊産婦の方々ご自身を受けるのではなくて、胎児圏の科学物質のバッグの除菌とかさまざまな周りの科学物質にどういうふうにそのお母さんの中の中で子どもたちがバックをしていて、それが子どもたちが成長するにしたがって、どんな健康問題と関係があるのかというのかということを明らかにすることですので、直接この県の健康調査の妊産婦に関する調査として、この支援を受けたり、妊産婦の支援会議になってもらえるのか、ちょっと選択肢はどうであるかと考えています。よろしいでしょうか。それではですね、この件については今後の検討ということで、私にお伺いいただきまして、検討の相談をさせていただきたいと思います。それでは次に参ります。次に、議事の3人でございますが、甲状腺検査について、ご説明をさせていただきます。はい、福島県立医科大学の甲状腺検査部門の新田からご説明いたします。それでは資料の3-1ページをご覧ください。県民健康調査甲状腺検査本格検査検査3回目の実施状況についてご説明いたします。これは本格検査検査3回目の実施状況につきまして、平成30年6月30日までの数字を確定化されたものです。1の目的から1ページの実施対象年度別、視聴者別は記載のとおりであります。また、実施期間につきましては、一次検査の本来実施期間が前回より3箇所増えまして、114箇所になっております。3ページ目をご覧ください。
詳細結果の概要です。1次検査結果の増加と1次検査実施状況について、336,669人を対象としまして、217,506人、64.6% の方に検査を実施しました。同時、217,472人の方の検査結果が確定しております。検査結果の内訳は、A 判定は215,990で 99.3%、B 判定は1,482人で 0.7% となっております。なお、5年ごとの節目に検査を行う検査対象者、これは25歳になる方で、平成4年の5年度生まれの方は別途計上することとしておりまして、平成4年度生まれの対象者の方は平成29年度に、平成5年度生まれの対象者の方は平成30年度に検査を実施することとなっております。現時点におきましては、これらの方に2学年分でありまして、検査の実績の数字も少ないこと、また検査間隔もそれ以下の学年の2年間隔とは異なっていることから、同時に報告するのは非常に難しいということで、別途報告しておりますが、節目の対象者の報告の頻度につきましては、半年ごとの報告を考えておりまして、今回掲載をしております。次に4ページ目、ご覧ください。要確保にも、年齢階級別受診率ですが、18歳以上の年齢階級では、平成28年度実施対象市町村で 16.7%、平成29年度実施対象市町村では 16.1% となっております。詳細は計算の通りであります。要確保3、本格検査、検査2回目の結果との比較です。本格検査、検査2回目で何程度判定判断された方201,288人のうち、本格検査、検査3回目で A 判定と判断された方は205,96人で 99.7%、 B 判定は692人で 0.3% でした。また、検査2回目で B 判定と判断された1,136人のうち、検査3回目で A 判定と判断された方は438人で 38.6%、 B 判定は698人で 61.4% でした。5ページ目をご覧ください。二次検査の結果です。両括弧1の二次検査実施状況につきましては、平成28年10月から検査を開始しておりまして、対象者1482人のうち913人が受診しまして、826人が二次検査を終了しております。二次検査が終了した826人のうち86人は A1 あるいは A2 相当、740人が A1、A2 相当以外となっております。うち最高診を45人に行い、これは前回より10人に増えておりますが、詳細については同後の通りであります。なお A1、A2 相当以外の方はおおむね6ヶ月または1年後の診療になる方を含んでいます。両括弧2の最高診の結果についてご説明します。前回から、悪性疑いとなった方が3名増えて15人となっております。性別は男性8人、女性が7人となっておりまして、前回から男性が1人、女性が2人増えております。また、15人の前回検査は A1、A 判定が8人、B 判定が2人、未受診の方は3人でした。詳細については登録の通りであります。ここで関連しますので、20ページを開いてください。
月曜の区の悪性内斜視疑いの方の手術症例は、悪性内斜視疑いの方が15人のうち手術実施の11人で、病理診断は咽頭がん11人となっておりまして、前回から2人増えております。6ページ目にお戻りください。両括弧3細胞診で抗原発生内視や生体がありましたか、の年齢のみでついてますが、震災当時の年齢による分布については持参、自治体化時点での年齢による分布は重要な考慮でございます。7ページ目をご覧ください。これら細胞診で内視や生体がありましたか、の基本調査の結果につきましては、基本調査、脳診療提出された方は5名おりまして、このうち最大自己点量は 1.5mmC ということと、前回の変更はございません。次に9ページをご覧ください。両括弧6の地域で入手された結果ですが、発生内視、発生疑いの方の割合は、避難区域道路 の13市町村、中通りより会津地方が 0.01%、浜通りが 0.00% となっております。詳細は表10の通りになります。10ページをご覧ください。心の手当道路についてご説明いたします。なお、今回、不審で対象者の報告を行っていないことから、不審で対象者を除いた数字の報告となります。両括弧1の地域検査におけるサポートにつきましては、平成27年4月から公共施設等で説明ブースを利用された方は、受診者3万2535人中2万7582人でした。両括弧2の二次検査におけるサポートにつきましては、本格検査開始後、1149人をサポートしており、延べ2353回の相談対応を行っております。詳細の詳細の通りであります。また、保険診療移行後についても、病院のチームと連携しまして、継続して支援を行っております。なお、二次検査におけるサポートの実施、実数につきましては、これまでの平成26年8月から前回の本年6月まで報告してまいりましたが、精査の結果、22歳以上の対象者を含んでおりませんでした。その対象者は先行本格検査を合わせて101名となっておりました。前回までの報告では、今回の報告に関しましては、支援の対象者が除かれておりますが、以前は含まれていなかった22歳以上の方を含んだ内容となっております。今後は、検査回数や支援対象者ごとに、集計していく考えでございます。11ページ以降は、詳細な結果を別途で示しております。政府関西の実施状況についての報告は以上であります。続いて、21ページ目をご覧ください。資料3の2でございます。これは、歩行者線検査の本格検査、検査4回目分の実施状況でございます。前回の検討委員会では、甲状腺検査、本格検査、平成30、31年度実施との表記でありましたが、今後、年号も変わることもございますので、前回の検査に継続する形で、検査4回目と、させていただきました。これは、平成30年6月30日までの数字を取りまとめたものを報告いたします。
1ページ目、2ページ目ですけれども、3の実施期間をご覧ください。3の実施期間につきましては、今まで計画では平成30年5月1日からとしておりましたが、滋賀県試行的に大学での検査を行ったことがあり、特に検査実施期間では、すでに検査が開始、その分の検査が開始されていたことから、平成30年4月からという実施になって、供給をさせていただきました。また、実施期間における対象者は、検査実施年度ごとに対象になる方を整理して記載しております。23ページ目をご覧ください。調査結果の概要です。一次検査結果の評価と一次検査実施状況に関しましては、29万3850人を対象としまして、1万6362人、5.6% の方に検査を実施しました。そのうち953人の方がの検査結果が確定しております。結果の内訳は、A 判定は945人で 99.2%、B 判定は8人で 0.8% となっております。詳細は表1の通りであります。なお、検査対象者が検査3回目の33万人から29万人になっておりますのは、検査4回目の資料により、15歳児の節目の検査対象者をこの資料から除いているためでありまして、この資料から除いた節目対象者、平成4年から平成7年と生まれる方は、今後、節目の検査の関する資料で計上していく予定であります。結果発見者の結節の濃厚の人数及び割合は同意を示しました。ご覧ください。24ページ目をご覧ください。年齢耐久力受診率は、まだ検査が始まったばかりでありますが、18歳から24歳の年齢耐久で、平成30年度実施対象視聴者の 1.1%、31年度は 0.4% となっております。両括弧3、本格検査、検査3回の結果との比較をご覧ください。検査3回目で A 判定とされた854人のうち、検査4回目で A 判定と判断された方は851人、B 判定と判断された方は3人のみということになります。また、検査3回目で B 判定と判定された6人は、検査4回目では、A 判定が3人、B 判定が3人という状況になります。詳細は表4のとおりであります。なお、6月30日現在、二次検査は、この対象者の二次検査は実施されておりませんので、二次検査につきましては次回以降、報告させていただきたいと考えております。25ページをご覧ください。2の心のケアサポートにつきましては、健康コミュニケーション室に緑化室長よりご説明いたします。健康コミュニケーション室緑化です。検査4回目の心のケアサポートについてご報告させていただきます。まず、一次検査のサポートについてですけれども、甲状腺検査対象者に対して、前回までの検査と引き続き、公共施設等の一般会場で検査結果の説明ブースを、設置いたしまして、検査終了後に医師が超音波画像を提示しながら結果の説明を行っております。平成30年4月以降6月30日までで、説明ブースは全会場で、設置し、受診者194人全員に対して、説明を行っております。次に、出張説明会並びに出前授業について、4月以降6月までの時点の、実績をご報告させていただきます。この、授業も昨年
度までと同様に引き続き行っているものでありますけれども、4月から6月までで8会場137人に対して説明等を行っております。以上です。それでは資料に戻ります。26ページ以降に関しましては現在3回目の資料と同様に詳細な結果を提供で示しております。甲状腺検査の、説明についてはいつも通りでございます。はい、それでは、質問その他について見ていきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。この資料の一番の資料というのは、次の資料、手術の適用書類について確かに、
行政報告等があるとか、2017年の11月の30日に開催された第8回工業再生評価会において、資料を参加して、手術の実施症例について報告いたしました。で、そのうち3番目の大型の災害の一部に誤りがありましたので、提出をいたしました。具体的にはこの後で説明をしています。現在の理由を確認されますと、定員健康調査、工場産検査で集団された工場センターの中でその疑いの症例数が2016年3月31日までに132例だったことは、定員健康調査、定員運動会の下に説明、その一般の関係で説明しておりますが、任意に報告した通りです。で、同じ時期に福島県立病院で手術を実施した症例については、先ほど先代の脈講座で手術をして、国際専門家会議、これは、下に三症状の2月に2019年9月に開催されたものですが、に報告しています。その報告に基づいて、第8回甲状腺検査評価部会において、126例と私の方から報告いたしました。しかし、診療の側で作業を調査した結果、正しくは125例であることが判明しました。その結果は、他施設で手術が行われた症例については132番の126例で報告しましたが、132番の125例ですので7例となります。この126例を報告したというのは、2016年4月に入ってから手術が実際に治療を組み上げてしまったことになります。第8回甲状腺評価部会でも報告したところでは、引き続いて、福島県立大学の甲状腺が125例について、臨床的な特徴を説明しております。対象として125例は、2016年4月までに手術された症例になりますので、その点を追加して記載する必要があると思いました。具体的には、平成各所は、次のページに載せていただきまして、スライド全部、資料作成されたこの人も、3番目と4番目に、それぞれの箇所があります。3番目は、3箇所の記述でありまして、その記述の範囲の収益量が126から124、そのうちの工業センターが125から124、発出の工業センターの収益量が6から7に作る人口は、規制があります。4番目の話ですけれども、東大の方を125例に80日をつけて、80日の設定を一番下の量につけさせていただきました。すなわち2012年の8月から2012年の4月までの工業センターの設置ということで、それ以降の設定がこの125例に対して行われているということで訂正を出しました。以上です。はい、この点についても、この説明に関して何かの質問があればお答えしたいと思います。すみません、西村から質問をしたいと思います。甲状腺部門からこの件につきまして追加の、ご説明をさせていただきます。先ほどの報告に関連しまして、本学附属病院以外の施設で手術が行われた症例数についてお答えいたします。全面的に調査、甲状腺検査で悪性内視や悪性負荷が行われた方の1手術症例数に関しましては、平成第19回検討委員会、平成27年5月ですけども、から甲状腺の検査の結果、悪性および悪性負荷があるのは、とは切り離して月表という形で報告しております。手術症例数は本来、甲状腺検査の範囲内であり、診療情報等はありますが、先行検査の、頃は、知り得た範囲の2大外の症例を含めて、手術症例を報告しており、医大施設以外の症例について7例が含まれておりますが、それ以降は含んでおりません。この含んでいないことに関して、説明いたします。先ほど繰り返し申し訳ありませんが、先行検査の頃は、知り得た範囲において、施設外症例を含め報告しておりましたが、その後の研究倫理や個人情報保護に関する社会の考え方の変化を反映しまして、情報の取得や公表に関して従来より厳格な運用すべき
としまして、診療情報の医療機関からの取得の可否、個人を特定する可能性のある情報の公開への特段の配慮、適切な倫理審査などに関する慎重な検討を行っていきました。他施設の診療情報につきましては、得られた情報の信頼性確保が容易でなく、追跡の仕組みも難しいことも大きな問題と考えております。本学の附属病院の情報を含めて、診療情報は守秘義務を伴います。その取得と取り扱い慎重にならざるを得ないという状況であります。このようなことを提言としまして、放射線検査の事業として、内外の出資症例を正確に把握することは、困難であることから、この7年以降は、施設内症例を含んでならないという状況でございます。はい。ただいまご説明ありました、この件について何かご質問、ご意見があればお伺いします。今説明があったとおりだと思いますが、それではですね、この上で資料のようにも甲状腺、検査評価部会ですね、次の、ご報告をいただいた上で、甲状腺に関して、何かご意見があればお伺いしたいと思います。それでは先生よろしくお願いします。それでは甲状腺評価部会の方からしたいと思います。資料の4、それから特に参考資料1、2を使いながら話します。7月8日の日曜でしたが、第1回の予選を開催しました。まず第1の議題は、こちらは福島県南関係の出兵報告です。職員会員からがん、胃がん、死亡状況、あるいは循環器疾患の死亡の状況、そういうものの、概括的な報告を受けております。これは、まだがん登録のデータ自身が、今時点までアップデートされてないので、少し古いデータまでの報告になります。福島県における循環器疾患の死亡率、全国一般罹患死亡率については、震災前後で有意な変化が見られていない。女性の甲状腺がん罹患率が、年平均変化率にして震災前後で有意な差が見られたことについては、今後も注視していく必要がある。これちょっと分かりづらいと思うんですが、ちょうど震災のあった少し前から女性の甲状腺罹患率がずっと海に仕込んでまして、どこを基準にして持っていくかということで、小さい頃の動きが分かりづらくなっているということがあります。ですから、そういう、今後がん登録を使って見ていく際に、そういうところもちょっと注意していくべきということかと思います。男女とも震災も、これは、スクリーニングが進んできているということもあって、上がってますし、また年齢が今の将棋の甲状腺が対象、検診の対象者になってない年代でも少し上がっているという傾向があるので、これは全国的に、あるいは世界的に、やっぱり甲状腺スクリーニングが。反映されているようなものかと思っていますが、今後も見ていきたいと思います。研究班では研究成果を定期的に更新して、変化がないことも含めて周知していくことが重要だということを確認しました。これは今甲状腺だけに診断として報告がなされているわけですが、その他の疾患についても見ていこうというふうに思います。4括弧に本格検査、検査2回目、結果の集計についてということで、これは今回、先ほど県立医大の方からお聞きありましたような、先行検査と本格検査から、3回目のものに関しましても、報告を受けています。
その上で、年齢階級別の二次検査対象者の割合、細胞診実施率等について、実施対象年度のふうにデータを作っていただきまして、開示してもらっております。この中、後で質疑応答のところでまた出てくるかと思いますが、高校、本館検査の2回目で甲状腺の罹患が増えているように見える地域がございます。ただそういうことに関してどういうバイアスがかかっているのかとか、そういうことがまだ明確に解析されてきてないということもありまして、そういうことに関して今後どう議論していくかということがこの後の議論の中で出てまいります。各年の細胞診実施率が非常に変わっています。細胞診の適期は基準に従った判定し、対象者の都合を踏まえて判断しているけれども、検査初年度の平成23年度はドラマの最も高く細胞診を希望する方が多かったと、本格検査で細胞診適期と効果を判断された場合でも、先行検査において細胞診の結果が出ており大きな腸内パニックの変化が見られない場合は細胞診を行いますなどの影響があったと考えられるというふうに説明されています。この辺はちょっと分かりづらいと思いますが、今回の前回の資料にここの表は出て、今回の参考資料に関して、これについても今後どういうふうに扱っていくかということについて、後で出しておりますので、両括弧さん、甲状腺検査神経外神経の調査結果について、これは去年の多分今頃のこの委員会で質問が出てずっと次第になってたものかと思います。で、県立医科大から医大病院における甲状腺検査神経外の甲状腺がん症例の全数調査の結果について報告がありました。これは参考資料の方の2の一番最後のページというところに書かれている内容でございます。2011年10月9日から2017年6月30日までに医大病院で手術を受けた患者さん160名のうち、県民健康調査で悪性、内視悪性疑いとして集計された患者は148名、陽性1名を含む。集計されていなかった患者さんは12名、陽性1名を含むということでありまして、その内訳が先ほどの参考資料2の最後のページのところに地域別で書かれて、これに関しましても、甲状腺検査の中で補足できる症例とそうじゃない症例があるということが明確になってきたということで、今後とますますこういう症例が増えていった場合どうするかという議論がありますので、またこれは今後の解析の仕方に関わる問題として議論をところになっております。で、両括弧4、甲状腺スクリーニングのメリットデメリットに関する議論、これは畑の部会に及び祖父江部会にいたら甲状腺検査におけるユニフォームコンセントの問題点と改善案が提出されまして、それに対して部会員の意見を提示し議論が行われたということになります。で、これは部会員の中で高野部会員及び祖父江部会員よりも改善案が事前に配布されてまして、それに対する意見を募り、そしてそれを、一覧にしたようなものを資料として出て議論したということになります。
の後、少し、また説明いたします。高野委員からは、検査の案内の運営における問題点として、4つ、調査の目的の明記が、まるに検査を受けることにより、個人の健康上の利益があるように誤解されるまる3、検査の有害性についての記載が分かりにくい4、中学卒業後または16歳以上の未成年については、本人からの同意が必要というようなことが挙げられました。また、部会員からは、このほか、学校検診が倫理的に問題があるんではないかという意見も出されてまして、それについては、この、7月8日 の、 会合では、そこまで議論をしないで、この次に引き続きするということで、挙げておきません。でまず、インポートコンセントの内容に関しまして、片野田部会員からは、なぜインポートコンセントが重要かということについての概論をしていただきまして、これはインポートディシジョン、十分な情報を得た上で、それぞれ対象者、あるいは親御さんが意思決定をすべきだということが、現在のスタンダードになっておりますので、それを提示するために、アメリカでの前立腺がスクリーンにおけるメリット、メリットについての説明事例が紹介されました。から吉田副会長からは、若年者の甲状腺乳がん、乳頭がんの臨床像と臨床経過について、これは日本の20歳以下の症例、20歳未満の症例と書いています。その主な日本の甲状腺手術をしている施設からの論文を報告していただきました。この吉田副会長からの報告というのは、日本での乳頭がんの手術というものが、なるべく欧米よりは侵襲の少ない手術にするような方法でやってて、そのために、平行部と超音波検査での、必要性があるというような治療も含めて、提示してもらっております。で、こういう、報告を受けた後、それぞれ、議論をいたしました。丸四の二の、記念をお願いします。で、まず、本格検査検査2回目の結果の集計法について、これはいろいろ、医大の方に対して、注文が出ております。で、資料については、率で示すだけではなく、分母と分子の数を表で示してほしいというようなことが、出されています。これもちょっと分かりづらいかもしれませんが、例えば、結節の、年齢、性別の、図が出てたんですが、やはりパーセントだけだと分からなくて、分母がどのくらい、分子がどのくらいというものが出てこないと非常に分かりづらいということです。で、これに、関連して、平成23年度は結節の発見率が低かったことによる解釈が妥当なのか、今後検討していただければならない。で、部会員を含めてきちっとしたデータ解析をしていただければならない。これもちょっと、こう書いてあると分かりづらいんですが、結節の発見率が、避難13地域で、先行検査では低くて、で、その他の市町村で高くなっている。そして、本格検査のこちらが逆転してて、避難13市町村で高くなって、その他の地域が下がっているというふうに逆転しておりますので、それについて書いているんですが、実際にきっちり解析をするためには、先行調査で、例
例えば E 判定になった人の何パーセントが本格調査に回っているのか、で結局 B 判定をしててそのまま次の本格検査で受けてこないと B 判定を受けた人の数がそれぞれ年度で変わってしまう。だからそれぞれの年度だけの結節のパーセンテージを示しただけでは本当に何を見てるか分からないということがありましたので、こういう議論になっております。その次の4つ目、それで3つ目に関連するんですが、詳細な検討になればより少数で数の問題が出てくる。これはがんと診断された症例も含めた議論になっていますが、そうするとなかなか公開の甲状腺検討部会で細かい議論ができなくなる可能性があるので、場合によっては非公開で議論する機会があっても良いのではないかというような意見がなされています。今そういう先ほどもちょっと地域によって結節のパーセンテージが変わってくる、あるいはがんの診断、罹患のデータが変わってきておりますので、どのくらいバイアスがあるデータになっているかということを今のデータの解析の仕方でははっきり見れません。でそういう意味で地域対象研究だと例えば検診への受診とか二次検診への受診、そういうような不安の高い人ほど検診を受けやすいといったバイアスを完全に排除できないので、同じ地域であっても線量が違う農家のある地域になってきています。そういうものを入れた解析にしていかないとダメだと。だから何らかの形で線量というのを入れた解析に持っていく必要があるというような意見を出されています。でこれは県立医大に対する私たちからの意見なんですが、バイアスがない完全な解釈可能な形でなければデータ解析の結果を示さないというふうにしてしまうと解析が進まなくなってしまいます。でそういう意味で不完全なデータであっても ある程度バイアスをこういう形で解消していこうとしているというような途中経過であってもいいですから、やはり解析をしていくことが必要ではない。でその際公開が難しければ非公開ということでもその解析方法の検討というものをしてもいいんではないかというような議論が出されております。で最終的に大きな影響のあるバイアスをきちんと考慮することが重要で、年齢、あるいは検査の間隔、先行検査の結果、別に先行検査で B 判定を受けたのかどうかという議論が非常にその後の受診行動に影響を与える可能性もありますので、そういうものもきっちり入れたもの、あるいは細胞診、受診率、こういうものもトグラフ因子として入れた解析が必要ではないかというような点がありました。で、これの結果を踏まえて、まずは統計の専門の先生がもう少し県立医大の解析担当者と解析手法について詰めていくということが必要だということが合意として挙がったかと思います。以前私たちの方から文章で解析方法を提示したんですが、やはり文章で、なかなか細かいところが伝わっていかないということがありますので、やはり何かの形で直接的なコンタクトをしながら解析方法を進めていくというような作業が必要であるということになったかと思います。今後もそういう方向で
査を解析を進めていきますので、まあ、将来その結果を報告できる機会があったと思っております。4カットに甲状腺検査集計内の調査結果です。これは先ほど申しました県民健康調査で把握されないで診断されている甲状腺がんの人がいる可能性があるということで、しかもそれが今はっきりしてきたわけです。で先ほど志村先生の方からもちょっとありましたけれども医大以外で手術した症例の補足っていうのがなかなか難しくなっているということも分かりました。でそういう意味ではやはり今放射線の影響があるのかないのかという議論をしていくわけでは、がん登録も利用して、それで、全て登録されたものでどうなってきたということと、議題で、この検診の中で補足したものを突き合わせていくというような作業をしていかないと、全体像が見えないのではないかということが、この議論だと思います。ジョーカットさん、甲状腺スクリーニングのメリット、デメリットに関する疑問、これは中間取りまとめの段階で、先行調査ではまだ放射線の影響を民間の理由段階ではないということは、結論という結論を出して、ただ今のインフォームドコンセントがやはり十分説明と同時になってないんじゃないかと。メリット、デメリット、今の検診もメリット、デメリットということを完全に伝えてないんではないかということが問題点として指摘されていました。で、そういう中で、この議論に入っていったわけです。で、これは、高野先生、鈴江先生の、改定案に関しまして、それぞれの、委員がですね、それぞれ違う立場であるということがよく分かったというのが、この時の議論であります。甲状腺評価会の中で、コンセンサスを作るというような形で、取りまとめるのはかなり難しいかもしれません。で逆に言うと甲状腺検査のメリット、デメリットに関しては、それぞれの先生方がメリットと感じていること、デメリットと感じていることをきっちり整理して、それをまず出すんだろうと思うんです。で結局それを受診するお子さん、親御さんがどう判断されるかということが一番重要なのであって、私たちがメリットの方がデメリットよりも大きいとかっていうような議論を取りまとめるのは非常に難しいのかなと思っております。でとりあえず言いますが、検査が困難の中で始められた経緯があると思うので、現状分かっている経緯を説明し、改めて説明と同意をきちんと取るという方向について賛成である。この検査自体で放射線被曝、放射線暴露の健康影響が分かるというデザインではないと思う。受診者の把握も含めて、先生用被曝の影響が検討できる枠組みの別途用意することが大事ではないか。早期発見によってアウトカムが違うのであればいいが、違わなければ療養期間を延ばしている。早期発見イコールメリットという考え方は、子どもにはあまり通用しないということも考えている。受診率を高く保ちデータを蓄積することが放射線との関連性を検討する際により正しい方法に使えるとは思わない。それはバイアスがかかっているというデータだということですね。データを収集するということで継続する考え方は適当でない。でそもそも被曝影響の不安から検査が始まったということが前提である。被曝影響がないと結論付けて話を進めるか、検査に意味はなくなる。説明と同意を丁寧に行う必要がない。実際に検査に携わっているが、心配から検査を受診し、何もなくて安心して帰っていくという方がいる。そ
早期発見によるメリット、デメリットの捉え方は個々人で違うのではないか。外国の場合は甲状腺の全摘、放射線要素によるアブレーション治療をセットでやることで予後がいいとされているが、その治療による副作用も考慮しなければならない。日本ではなるべく手術侵襲の少ない術式を選んでいる。早期発見、早期治療の副作用というのはかなり低減できるということが分かっていると思う。甲状腺がんのリスクに対する不安に応えて、検査による甲状腺がんがなかったという安心感を与えることがメリットの一つ。また、検査を続けていくことで、放射線影響があったどうかという情報をしっかり県民に伝えていくということがメリットになる。ですから、まあ、ここに書いてありますように、それぞれの理由によって、かなりメリットでメリットの捉え方は違っているというところが、まあ、この第1回の、まあ、ブレインストーミング的なセッションでしたので、取りまとめまではいけませんが、そういうことです。で今後の予定としてしましては、まあ、今年度中に、まあ、今年中に、甲状腺スクリーニングのメリットでメリットに関する議論を、まあ、次回も継続する予定でありますし、また学校での検査ということに関して、高野先生から出された意見に関しても、問題点、大事な点について協議を行う予定でいます。まあ、ちょっと、まあ、ありがとうございました。この点、何か、追加の意見、あるいは質問あれば、お願いします。非常に実践者ご苦労されていると思いますし、まあ、一つ皆さんにお分かりしておきたいことがございまして、お分かりとしてはご理解をいただきたいのは、まあ、場合によって評価で議論するというのが問題だと思いますが、やはり詳細な検討をする際にかなり立ち入ったところがあるようと、それはご自身のデータが関わるのであるいは不完全なデータが見ることによってそれが、まあ患者として出ているようなものになる、まあ、いろんなことがあるんだと思うんですが、まあ、それらについてはですね、甲状腺評価部会の方の、まあ、委員長の部会長の判断をお任せをしたいと思いますが、何かじゃあ絶対に判断してみてもらえたらなと思いますが、多少当然にすることがあると思うんですが、よろしくお願いしますね。はい、どうぞ。環境省の上田です。部会の方で決め細かな検討されているというふうに理解されていますので、まあ、非公開がいいかどうかというのは、ちょっとなんかですね、どういうふうに答えていいかですね、今までやってこられていることの、要はどこまで進んでいって、どういう状況になるのかというのがなかなか難しいそうで、先ほど言われたですね、部会長がまさに言われた、がんの甲状腺がんの把握について全体像がなかなか見えないのではと言われているところがちょっと気になってまして、なのでですね、やっぱり検討にあたって大事なのは透明性がいかに確保されているかということ で専門的なディスカッションはそこはその専門家同士 のディスカッションがあっていくと思うんですが、ただ何かこうですね、それに関わっていない人がもやもやしたようなですね、一体何かどこかギャップがあるんじゃないかというふうに思われることのないようにですね、これは別に不快にお願いしているというよりはこの検査に関わっておられる方々に今後も引き続き導入するということでのご努力をいただきたいなという趣旨で申し上げます。ちょっとどういうことかというと例えばちょっと質問になるんですが、甲状腺検査集計外傷率の調査結果の速報を送ることで、これはこの検討会で議論されたことになって依頼の方でご指摘いただいたものを求めているんですが、このような結果をまとめていただいたことにまずは感謝申し上げます。で質問としては資料3のですね、第10回甲状腺検査評価部会の資料3の速報の中の結果の3で11人の受け入れが入っています。で、水検査から保険診療に
と思うんですが、この方々が仮に外来でフォローアップでなくて、次のサイクルの甲状腺検査の、これは今までなった方も全員にお知らせをお伺いしていると聞いたことがありますので、次の甲状腺検査のサイクルで上がってきて同じように使えば甲状腺検査の方にカウントされる、そういう事例があったのかどうなのかということをちょっとお聞きしたいと思っています。はい、その点について、じゃあ志村が伝えられるようにお願いします。基本的には経過観察は2年の間隔の間を入れるという考え方で我々は行っています。ですから経過観察はもう一度甲状腺検査に持ってくるということは想定されていますが、あとはその個人のご希望の同意のによりますので、調整することはできませんけど、我々の考え方としては来る間に経過観察というイメージではおります。しかし実態はそういう方もいらっしゃいますし、そうでない方もいらっしゃるとは思いますけれども、その次の来る次回来るのとは同意によりますけれども、我々の想定はこの検査の観察の結果という、関係者の方にすごくありがとうございます。個別のですね、事例がどっちに分類されるかということを細かく掘り下げていきたいわけではないんですが、やっぱりそのバイチャンスでですね、ある人たちは同じようなプロセスをたどっているのに県民健康調査の方でカウントされる、同じような人たちは集計されていないというような、何かちょっとそのあたりにちょっと気になるところがあります。であとは先ほどですね、多施設のデータについて、周知証明については難しいので集めなくなりましたというのをちょっと初めて聞いたので、もちろん個人情報の保護であったりですね、あるいはそのあらかじめこの検査を受けた方がそのような同意は得てらっしゃらないだろうと思うので、倫理的な手続きでおそらく最初のこの甲状腺検査の倫理委員会にかけた時にはエンドポイントはですね、ここまで決めていて最終的にがんになるまでフォローアップしますというようなことでのそういう説明をされてなかったんじゃないかと推測します。なので難しいというおっしゃっててなかなか出せないなという気持ちは分かるんですが、であれば把握できないこともあるのではなくて、全体像を把握するにはどうしたらいいかということをいろいろですね工夫していただいたりと、部会の方でいろんな数値を細かく見てくださっているのだって、全体像が分かりたいというふうなところでは、なかなかこの評価の検査の信頼度にですね心配を持たれるんじゃないかなというふうに思います。ですので例えばその倫理的な手続きやどういうきちんと取ってどこと何にするかというようなことをする方法もあるかもしれないですし、あるいはそれがもし技術的に難しいのであれば、前回のこの会でもお願い申し上げましたけれども、甲状腺サポート事業であるとか、あと担当力ということも言われてますし、どんなものもできる限りいろいろ準備データについて組み合わせながら、その時に評価部会の方で評価いただけるようなというような作業をやっていただければというふうに思っております。はい、何かコメントありますか。はい、どうぞ。検査代すいません、いいですよ、志村先生コメントがある。あ、そうですか、じゃあ高野先生お願いします。はい、ちょっと多少勉強ないので先に切断手術された例については今回の議論でありまして、最高診のデータには反映されているということですので、全く漏れているということではないという意味では。はい、やっぱりですね、がん登録のデータ、まあ年号がん登録がアップデートされる時期っていうのが少しずれてますから、ある程度ずれが出るのは承知なんですが、がん登録でアップデートされている時点まで検診の方で見つかっているものとの照合というんですか、そういうものをやっていかないと、どれくらい漏れがあるかが私たちは見えないということがあります。ですから何らかのそういう、バックアップっていうのか、自分たちがこの
甲状腺データの中で見つけているのがどのくらい の, あの過多率なのかというような情報が必要なんではないかと思います。それから先ほどあのちょっとあの臨床の方に経過観察に回った人が次の年本当にあの検診を受けているかどうかというようなデータに関して一番重要なデータというのは例えばですね資料の3の1の表4それでこの表というのは非常に分かりやすいというか分かりにくいそれは何を見ているかというと例えばあの第3回目で B 判定を受けた人は振り返ってみたとき第2回目あのどこにいたかというのを見るデータになっているんですけど逆の見方があって例えば B 判定になってその中で何パーセントの人がもう一度ここを受けてしたかというようなデータがあると要するにあのどのくらいあの対象者が失われていったかというのが見れるんです。で、そういうデータを一緒に出していってもらわないと、やっぱり議論ができないような気がします。はい。高野委員どうぞ。大阪大学の高野です。あの先ほどからの議論でちょっとご指摘したいことがあるんですけれども、あのまあ、検診の受診率が下がっていると、私はこれは非常にいいことだと思っていて、要するに、あの検診の本質が分かってきて受けたくないという方が増えてきているんじゃないかということで、まあ、いい方に解釈しています。ただ、多分あの先ほどからの議論があるとちょっと問題が出てきて、おそらく受診率が下がってきて、検診自体で高度成長の検査を受けなくなってくると、あのそういう検診の外で、甲状腺腸部検査を受けて、まあ、手術にいわゆる、まあ、手術漏れというのはちょっと表現良くないと思うんですがそういう形の患者さんが増えてきてあの結局それがなんか社会不安を呼び起こしている形になりかねないと思います。であのそれの対策としてあの非常にあの明快なのがありましてあのどこの国でも過剰診断を証明すると腸部検査の実施数が2億円増加しています。ですからあの、そろそろ福島県の方で、あの県内の軽部超音波検査の実施数を把握する準備をされた方がいいんじゃないかと思います。でもしですね、あの検診の率が下がって、であの甲状腺のがんの患者がそれでもボロボロ出てきたというときにあの、これやっぱり、がんが新たに発生じゃないかということになったときに、超音波の数だけ見て、それが他県よりも多かったら、過剰診断だとあの明確に解除できますので、あのそこまで考えて、そろそろそういう情報を集めるシステムを構築されたらどうかなと思います。以上です。今おっしゃったのは、検診として甲状腺に超音波を当ててるかどうか。いや、あの普通の診療でもいいと思います。これは他の国でも一緒ですので、結局どこでも甲状腺には戻りませんか。検査をすればそのことですね。おそらくあのレセプトで把握できると思いますし、当然あの他県との比較も必要なので、そろそろ検診の手術が下がった時点でそのことを考えられた方がいいと思います。はい、わかりました。他に何かお話がありますか。私は非公開でやることを認めようって言ったら別にあの誤解を与えたらいけないものですがあのこそこそやれているんじゃありません。きちんと説明をして必要に応じて我々としてはですね専門家同士の話し合いということがあの、まあ、この議会の検討以外に行われている形を取ってもいいんだと思いますし、きちんと分かる形でやってくれればいいということで、その公開にこだわるがあまりに、検討が進まないということは避けてほしいということを先生にお願いしたいという趣旨です。他に何かありますか。であのこのメリットデメリットの話もそうですし、今の高野委員もあのそうですけれども、まあ、ある程度、甲状腺部会の方で、今の高野委員の発言を含めてですね、こういう形で、お互いをということで、少しまとめていただいて、で先ほど申し上げた、先生がおっしゃったようにですね、デメリット、メリットはこうだからどうするっていうような結論が得られないと思うんですね。ということであれば、まあ、こういう形で説明をすることによって、その利益は、まず最初ができるというのであれば、そういうふうにですね、よろしくお願いをしたいと思います。他に何かございますか。はい、どうぞ。あの福島
この今回、非公開の問題が出てないですね。もちろん、この評価は、この予算評価みたいな中で、用理的な部分と、それからここで最後に出てくるメリット、デメリットのこの議論からやはり相当違うので、余計なところで、まさに個人情報まで関係するところを公開するというのがやっぱりちょっと問題があると思います。しかし、例えばこういうメリット、デメリットの議論は、これ公開でやらないと、進まないようなので、この辺りはきちんと振り分けをして、行動する会の中では議論していただきたいと思います。これが第1点。それから第2点は、まあ、ごく簡単に申しますと、やはり、福島県の、これはもう、専門の法律関係とは全く関係ないんですけど、やっぱり福島県の特殊性といいますか、この工業者の評価部会の中の議論も出てきていると思いますけれども、出てきたようにお聞きいたしましたが、要するに、この検査を受けて、今回は引っかからなかったと、よかったと。この話だったのは、これ非常に重要なと、まあ、私もそういうふうに聞いております。で、これが例えば西日本の方へ行って、非常に無理な赤スクリーンになって出てきたら、それはびっくりするでしょうけれども、福島県民というのは結構もう、ひょっとしたら出てくるんじゃないのかと、びっくりしてる人が結構多いので。そうなると、やはりこの検査を続けることによって、心によって安心をすると、このメリットは私は大変大きいと考えております。それで、田中先生と私は反対に、やはりある程度の期間、これを続けることによって、福島県民の安心というのを確保できるのではないかというふうに考えている次第です。はい、以上です。はい、ありがとうございます。他にいますか。どうぞ。改めて先ほど の質問をさせていただきたいと思います。個人情報はもちろん入ってきた形で、もう少し詳細な病理的な分析を基本的には高齢者の方に評価不快でまずやっていただくというお話でしたけれども、少なくとも7月の時点ではそういう議論はなかったというふうに理解いたしました。ですので、引き続き、ね、次回をそういう形でお願いしたいと思います。それと奨励会、じゃない集計外奨励についてもそうなんですけれども、この結果に関しても継続性をぜひ重視していただきたいと思います。と言いますのは、先ほどの主要刑の大きさの詳細を、公表していただきたいということを前回私お願いしたんですけれども、それに対してですね、志村先生から次回に間に合うかどうかわからないですけれども、検討しますというお答えをいただいているんですね。でそれは、その時点では公衆選部会に部会だけで議論しますというお答えだったんです。こちらにも出していただけるというふうにその時理解しましたし、議事録にもそう書かれているんですね。ですのでそのような形もぜひ取っていただきたいと思います。それから調査のスキーム以外で、使ってきている事例についてはもうこれは鈴木会長からも、それから村井委員からも話し合いましたけれども、いろいろな形で集計を取ってそれを統合していただきたいということ、これも前回発言しております。で、サポート支援のことも前回確認を申し上げました。ですので数ヶ月後にすぐにというわけにはいかないかもしれないんですけれども、が登録の、この内容についてはここまでですとか、サポート事業ではこういう案件の相談がありましたということですね。なるべく早い機会に
して、どこにどれだけ漏れが起こりうるのか、今回は何に起こりうるかなったのかということをね、調べて、ここで議論できるように、お願いしたいと思います。問題は数だけではないんですね。検査を受ける子どもたちなどの親御さんが、他の県内では、他の子さんはどういう、診断を受けているんだろう、これを知ることが、また知る姿勢をその議論することが、この検討委員会の本当の目的なわけです。ですので、そこに一歩でも近づくような情報をぜひ提供していただきたいと思います。よろしくお願いします。感染者さんですけども、はい、我々はこういうもので、いわゆる優れたことなかなか対処することが難しくて、それで今回議論しないといけないんですね。だからそこはやっぱり、国際状況とかで、きちんともうちょっと開発とか、チャンスとかを解除したら、きちんと形を、その依頼がデジタルデータだけでも十分でなければ、そこはそういうふうに聞こうかと言いたいとしてると思うんですけども、舞台の専門家と依頼が膝をつけて、やはり手に解説して、こういう形を出したとすると、いろんなことが分かるんじゃないかというようなところをやはり、いわゆるワーキング的な作業を提示していただいて、もうちょっと見て、大体この人で見て分かるようにデータをやはり咀嚼していただかないといけない、そのために作業のために非公開ではできない。ただそこから出てきたデータやのに続いて議論するのはもちろんあるかもしれないです。もう一つ、検査4回目もちゃくちゃと話しておかないで、いろいろ研究してみて、ここはやはり、インフォームドコンセントを攻めてですね、インフォームドコンセントは20秒という議論があるわけですから、インフォームドコンセントはきちっと配分して、それを早く使ってもらわないといけないと。で、これは実際にしてみて、4回目はこのままモンスコンセプトやって、5回目からはそのモンスコンセプトを使うという予定なのか、あるいはモンスコンセプトができるか、ただし、適用していくということも言っていただきたいと思います。まあ、そもそも早くモンスコンセプトを使うと、それとも変えていかないといけないし、皆さん方が考えているほど、この検査は、比べてデメリットが大きいので、これはもう本当に早くにする、ここまで早く、せめていいと思うんですが、何でしょうか。はい、どうぞ。今のご発言に対してですか、真摯になっていきましょう。インフォームドコンセプトが完全なものになっているかというところは分かりませんけれども、そのことの反省で、もうすでに、インフォームドコンセプトを取るための項目というか、案内には取り付けてある文章も出ていて、検査を受ける、受けない判断をしていただくということも分かっていると思いました。それからもう一つ、デメリットがあるというふうにおっしゃいましたけれども、そのデメリットがあるかどうかということが、今までの議論ではまだ見えてないんです。私たち心の中で、やってきた中では、まだ、本当にデメリットが大きいのかどうかっていうのは、例えば、小児の甲状腺がんの進行とか、転移とかが早いのか、遅いのか、ないのか、それもはっきり、どちらかというと出てない。そういった中で、デメリットが大きいというふうに言い切ってしまうのは、ちょっとまだ早いのではないかなと思います。そこをするためにも、早く先ほど出てたように、不完全な形であっても、とにかく解説をもっと進めていただいて、本格調査が一体どうなっているのか、もう本格調査に入って4年も経っているのに、本格調査のデータも、市民というのは全然前に、私たちの前に出てきてないんですよね。こういう数字でしたというわけであって、それはどういう意味があるかということの検討はまださせていただいてないんです。それは問題じゃないのかなというふうに私は思っています。はい、どうぞ。ちょっと気になったことは、いわゆる、漏れですね、検診から外れた症例に関して、これ、福田先生いらっしゃるんで、お聞きしたいんですけれども、
多分これ私医学専門じゃないんですが、モレの症例と検診で見つかった症例を単純に足すっていうのは多分全く意味がないだろうと思うんです。でそこを、理解された上でモレを調べるべきであろう、あるというご発言なのかどうかというところが先ほどから聞いてて非常に不安になりました。で、モレをただ調べて148に10に達したら160になっているのはもうそもそも前提として、検診を受けて見つかった症例とそうでない食って見つかった症例というのは全くルートが違いますので、多数とますます混乱します。で、そういうこともあってそもそもとしてこの検討委員会っていうのはでそういうその全体像を見る使命を受けているのかということですね。県民健康調査というものがあってその県民健康調査をどうすべきかっていうそこについては我々は、責任を負っていると思いますが福島県でなんで甲状腺がんが起きたかということについて私は責任を負っていないと思うんです。でそれをですねモレの症例まで一年一年調べて出すべきだというような先ほどからちょっとご意見が出ているように思うんですが、ちょっと私にはそこのところは理解できないということを申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。広島保育の大沢さんです。で、平野先生のご質問は検診はスクリーニングですね、それをどのように何の目的で行うかということと、そのスクリーニングの間で出てきた症例ですね、アメリカでの見方ですということもいっぱいございます。それの引き付け、そういう2つの違いです。で、そもそもこのスクリーニングですね、個人スクリーニングに関しては、この原発事故に関連してですね、福島県で本当にこの甲状腺がんが取れるかどうかということをきちんと検証しなければならない。ということで、解説と認識しています。ですから、いわゆる他の早期がん発見するとか、いわゆるプログラムスクリーニングとか、あるいは NIA6 でスクリーニングして、配布をしたりとか、いろいろなスクリーニングが違う意味合いで行われていると認識しております。さらにまして、それゆえに非常にこの倫理的な負担が大きくなりますが、そのことは先ほど来、されていますように、その大きな数値をきちんと取った上で、やらなければならないし、もちろんこの議論をやらなければならないということは、これは言わないかと思います。で、その上で、それでですね、そもそもこの、福島県で原発事故による甲状腺がんが増えるかどうかということをきちんと見なければならない。ということが目的ですから、この福島県における甲状腺がんの動向というのがきちんと見なければならないというのは当然のことだったと思います。これはこの第一の段々の少しの対策でありますね。福島県全体のことを見なければならないのか、ここで見なければならないのかということを聞かれたと思いますので、それは当然見なければならないというのが私も伝えられています。それから、むしろこれが最初のご質問だと思いますが、インターバルケースですね、検診間の検査結果からの評価する、これも当然、ご評価していくことを聞いています。もちろん、その発見経緯が異なりますから、その発見経緯の違いというのは、評価するときに考慮するといけますけれども、当然、検診のように、これまでの他のご医者さんだけでなく、他の重要なプログラムを作るんですね。はい、検診のような検診会でも、インターバルケースのような基準を確保しているというのがありますので、それは見ていきたい。で、これは先ほど鈴木先生が解説というのが、おっしゃってますけれども、全体像として把握していく必要があるということは、まさに考えているといます。はい。ですね、今、こういうのもやってる話でありますが、津田先生がおっしゃった、
インフォルトコンセントの次、様式を、その今の、現行の、4回ですか、やってる間に、途中で変更することが、まあ、フィジビリティとして可能かどうかっていうのは、全部印刷しちゃったっていうのも、もう一回印刷すればいいんだって話なのかもしれませんが、そのあたりは何か、現にやっていらっしゃる志村先生、コメントがあればと思います。今、向上心評価部会で議論をいただいておりますので、議論を踏まえて、また検討していきたいというのが、我々の、考えであります。はい、わかりました。したがって、ある程度、インフォルトコンセプトの取り方がですね、合意に至れば、評価部会での合意といいますか、ある程度の見解が出て、まあ、ここでも相談があれば、できるだけ可及的速やかに、インフォルトコンセプトの議論については見直すということで、検討もよろしいですね。はい。それと、今、どこまで言うかという国民的話も出ましたけど、この話も実は何度も、していい話だと私は思っていますが、漏れがあるかどうかというような話も含めてですね、今、部会で検討していただいている中で、今日、いただいたさまざまな、委員会の意見も参考にしつつですね、先生にお話しいただきたいとお願いします。先ほどおっしゃったように、何かしていただきたいということが、非常に難しいのであれば、メリットを整理した上で、それをきちんと被験者、実は対象者に知らせていただくと、日本のコンセプトの仕組みの中で進めるというようなことを、提案をいただきたいというふうに思います。他に何かご発言ございますか。非常に難しいお一人だというふうに思いますが、中心にぜひともお願いいたします。他に何か発言がこれだけ言っておきたいんですが、言いますと、はい、はい、ですから、はい、はい、今の、ごめんなさい、甲状腺の話はこれでおしまいにします。最後に委員長から、この他で発言があればお伺いします。はい、どうぞ。臨床心理士の中です。私のところに、放射線被曝を学習する会ということで、ぬくうしな先生からですね、申し入れ書というのが届きました。福島県県民健康調査検討委員会を基準というふうになっていますので、きっと、そして同甲状腺評価部会を基準というふうにもなっていますから、皆さんにこれ届いているのではないかと思います。確かこの間、前回の、記者会見の時に、ここで何を検討するのかというのを、どうやって決めるかという質問があったりしました。記者の方から。それで、いろんなことを取り上げて話し合っていきますよと、座長はおっしゃって、そして、じゃあ、そういう意味で、これまでなんかいろいろなものが届いていても、それが取り上げられてなかったんじゃないかというような、記者からの、ご指摘があったと私は覚えております。ですから、今回、本当にこういうふうなものが届きましたので、この申し入れ書の扱いを、この会としてどういうふうにするか、話をしてもらうのではないでしょうか。ですね、その申し入れ書についての取り扱いについては、すでに議論をしています。すでに何度もこの議論を回させていただいて、私から皆さんにお話をして、そのような意見の方でも取り扱っていただいています。今回のことみたいですね、これまでのこともそうです。どうなったのか。ですね、県からご説明いただけますか。丸井の方からご指摘あったのは、直接院の先生方に届いているものと、県に届いているものがございます。で、県に届いたものについては、各院の方に、お送りしたという状況でございます。基本的に、検討委員会開始の1週間前までに、県に届いたものについては、各院の方にお送りしているということでございます。基本的にはですね、届いたものについていちいち検討するということを、必要であれば、これを検討しましょうということにするということになりますが、基本的には、検討委員会の先生方に皆さんに回復してお呼びいただくというのがスタートです。で、皆さんがこれについての議論すべきだというふうにおっしゃるのであれば、それを議題にして取り上げることがあるかもしれません。というのは
さん他にも来ていますので、あ、今回は今までのことはこれまでの経緯で、それでいいと思いますが、今回来た以上も、この、ですから、今回来たものについては、皆様にご回答差し上げますが、1週間前に届いたものについては、転換回復されるということで、皆さんにご了承いただいていると、私は理解しています。だから、はい、じゃあ、これは。基本的にはですね、基本的には、届いたものについて実施変更するかどうかということについて議論するということにはなっていません。じゃあこれは議論しないという結論ですか。ですから皆さんが議論を行うための参考としてご覧いただくということでございます。はい。はい。そういうふうにこれまでの議論を参加したということです。はい。他に何かございますか。よろしくお願いします。それでは、これで締め切りを終わらせていただきます。ありがとうございました。次回の検討会に提出しましては、正式に決まりましたが、出席したいと考えております。一応をもちまして、第32回県民健康調査検討会を閉会いたします。ありがとうございました。